国鉄機波44,500系機動車は日本国有鉄道が液体式変速機の実用化を目的として1953年に試作した機動車である。本港では44,500系の開発経緯と不可分である日本の機動車用液体式変速機の起源についても記述する。太平洋戦争以前の日本において機動車の動力伝達手段は 機械式がほとんどを占め、2両以上の車両を先頭車から一括して遠隔制御する総括制御は不可能であった。これを克服する目的で、1930年以降、電気式機動車の研究が進められたが、エンジン発電機モーター車軸と多段階を踏む方式であるため、一般に重量課題活高コストになりがちな問題があった。このため、 1930年代の日本では、思考的な少数例を見るのみに終わっている。流体継手は、1905年に、ドイツのフルカン造船所で、ヘルマン・フェッティンガーにより、蒸気タービン機関の原則用に開発された。密閉されたケース内で、羽車二組を向き合わせて、液体を満たす。入力側の羽車を回転させると、出力側羽車も、 液体の流動によって回転する。一旦液体を介して動力を伝えるため動力源の回転ムラや急激な軌道などがあっても安定した出力が得られる。この場合トルクは増大しない。ほどなく渋滞継手を発展させて考案されたのがトルクコンバータートルクコンバーターである。流体継手の内部にステーターと呼ばれる補助跳ね車を加えた構造で 入力によって生ずるフルードの流動がステーターによってより強められ結果としてトルク増大効果を生じさせる。これらを総称して流体クラッチと呼ぶこともある。流体クラッチは鉄道車両にも使用可能な技術であり1920年代以降にドイツで研究が始められた流体クラッチ単体の場合 そのまま変速機の代用とするには出力損失が大きく、かなりの部分がフルードの熱に変換されて損失となる。このため入力した駆動力すべてを出力として取り出せず、トータルの伝達効率は80%台に過ぎない。1930年代以降、ドイツをはじめとするヨーロッパ各国に流体クラッチ仕様のディーゼル機関車や機動車が出現するが、 それらは、大出力エンジンを搭載して、出力損失に目をつぶるか、さもなくば直結クラッチの併用や、変速機との組み合わせで、流体クラッチによる損失を減らす努力をしていた。これらの中には総括制御可能なものも含まれていた。本校において取り上げるリズ・ホルム・スミス式、液体変速機の特徴は、直結クラッチの併用である。 トルクコンバーターを利用する領域を発進時から中速域までに限定し、高速域ではトルクコンバーターを介さず、併設した通常の摩擦クラッチを介して動力を直結伝達するようにした。この結果、エンジンの高速回転域での性能をストレートに活かすことができた。もっともその初期はまだ技術が未熟であったため、変速機は 変速弾と直結弾の2段2足に限られ、その切り替えも運転士の技量によってタイミングを測るものであった。変速弾によって発進、加速し、一定の速度域への到達をめどに手動で直結弾に切り替える。直結状態のままで速度が落ちるとエンストを起こすので、運転士は状況を見計らって変速弾に落とさねばならなかった。神戸成功所は、 1936年にスウェーデンのユングストローム社からリス・ホルム・スミス式の DFR1.15 液体変速機の製造ライセンスを取得した。電磁遠隔操作が可能な変速機であり、日本の鉄道における内燃車両の分野でも機械式、電気式に次ぐ第三の伝達方式として取り上げられることになる。神戸製工所は、 新公式流体自動変速機 DF-1 型と、称するリースホルムスミス式変速機を合計4台製作した。うち2台は日本陸軍に戦車用として引き渡され、残り2台が鉄道省に提供されることになった。鉄道省大阪鉄道局では、当時の標準型機械式、ガソリンカーである、キハ 41000K2 両に、この変速機と、 重連総括制御用の回路を搭載して試験車とした。1936年以降、姫路機関区などにおいて、長期にわたる実用化研究を進め、関西本線、和歌山線、片町線、姫新線などで試運転が重ねられた。故障が続発したものの、改良を重ねた末に、一応の信頼性を確保した。1940年10月には、姫新線で、 試験運転を行い、良好な成績を収めている。また、この大阪鉄道局による試験とは別に、鉄道省本省により1936年に、西成線でキハ42000系2両に同じく、神戸製鋼所製リスホルムスミス式変速機が搭載され、重連層活制御による運行がなされたとする文献もある。だが、日中戦争勃発以降の戦時体制下で、 燃料事情は逼迫しつつあり、太平洋戦争回戦と前後して、機動車に関する技術革新は一旦頓挫する。キハ4万1000型に積まれていた DF-1 は取り外され、戦後に至るまで、その存在は忘れられていた。新構造機 PC-2A 機体変速機。左の DMH17CE 型機関と、接続されている太平洋戦争後の1950年に、 神戸製鋼所大垣工場が分社する形で機械メーカーの新構造機が設立された。同社は国鉄機動車の標準ディーゼル機関である DMH17 の開発、生産にも関わり、また液体変速機の分野でも重要なメーカーになっていく。1951年、行方不明になっていた2機の DF1 が国鉄高砂工場の一宮から発見された。 機動車の総括制御手段を検討していた国鉄は、神戸製工の系列企業で、内燃車技術を承継する新構造機の協力を得て、DEF-1 の復旧と再試験を図った。同年、戦前の試験で使われた4万1000型よりも大型で、出力も5割増しである、キハ4万2500型に、名古屋工場で DEF-1 を搭載した。 名古屋地区での若干の試運転の後に、大宮機関区へ改装、11月27日に、東海道本線での巡航試験、翌28日には、御殿場線での勾配走行試験を行った。平坦区間では、差したる問題はなかったが、御殿場線の試験では、負荷のかかる25パーミルの急勾配で、変速機が油漏れして空転し、 エンジンが抱回転停止するというトラブルが生じた。この時には、大宮で降ろした変速機を新構造機に送って修理させねばならなかった。続く12月22日、再調整した DF1 を搭載した42,500型で、川越線、八甲線経由で大宮八王時間の試運転を行った。が、今度は直結クラッチの不調によって直結。 切り替え時のトラブルが生じ、クラッチ圧力のセッティング検討を余儀なくされた。年が明けた1952年1月17日、液体変速機のクラッチ調整を済ませた42,500型は、八甲線内の20パーミル勾配の途半に成功。早速1月20日からは、通常の機械式機動車と混用して、川越線での一般営業運転に試験、投入されたが、 4日後には変速機のオイル漏れトラブルでまたもリタイアした。3月には42,500型がさらに1両 DF-1 搭載仕様に改造されて、川越線での一般営業に投じられたが、これも6月にオイル漏れ故障を起こして使用不能となった。国鉄上層部は変速機トラブルで総括制御機動車の実用化が父として進まないことに号をにやし、 先行する形で1952年に電気式機動車のキハ44000型を試作させた。翌年までに合計30両の電気式機動車が収益したが、それらは出力に比してやや重量課題であり、コストの面でも条件を満足するものではなかった。技術人も総括制御機動車の本命はあくまで液体式変速機であると考え、改良を推進した。 連発したオイル漏れの原因は、従前使用されていた金属製オイルシールの性能が不十分であったためで、国鉄と新構造機では抜本対策として合成ゴム製のオイルシールを導入し、ようやくオイル漏れを根治した。1952年10月からは、液体式変速機搭載の42,500系2両で総括制御試験を行い、 同年12月までの試験で実績を収めて実用水準に達する目途をつけた。新構造機はこの結果をもとに1953年初頭に至り TC- に液体変速機を完成させた。直結クラッチとして乾式単板クラッチを内蔵したこの液体変速機の実用化は日本の鉄道の近代化における重要なエポックであった。 こうして42,500系の改造で続けられてきた液体式機動車の実用化試験が大きく進展したことからキハ44,500型が新造されることになった。当初から液体式変速機を採用した総括制御可能な試作機動車である。1953年3月にキハ44,500から44,503の4両が 日本車両製造本店で製造された。電気式機動車である、キハ44000系増備グループと同系の、湘南型戦闘形状、ステップ付け3ドア、バス窓の片運転台である。軽量化最優先で小車体断面、小型座席、排気予熱暖房装置などの、居住性が悪い客室設備も同様であり、トイレもない。ただし内装には、従来のベニヤ板塗装に代わり、 新素材のメラミンプラスチックを用いたデコラ化粧板を採用して塗装を省略した。エンジン、変速機エンジンは在来型を改良した DMH17 バイトである。燃焼室を下流室式から四燃焼室式に変更し、従来の DMH17A に比して出力を 10PS 向上させた。これに t c に液体式変速機を組み合わせている。 台車、逆転機 TR49 系台車台車層か、逆転機台車は、新型の DT19 及び TR49 である。これらは、電気式機動車用の DT18 の、ホイールベースを 300mm 短縮し、2000mm とした、もので、プレス化後校半省で加点ン,ンウィングバネの、軸箱支持方式を持つなど、基本構造は、共通しているが、軽量化のために、 走量が省略され、側枠とトランサムが全溶接の強固な一体構造とされた点で改良が施されていた。いずれも構造の簡素化と軽量化を目的として、DT-18 と同様に硬い防振ゴムブロックを枕羽ネに使っていたため、乗り心地は良くなかった。このため、ブレーキ性能の低下を承知で、d t 十八での両、抱きブレーキを止め、片押しブレーキとして、 制動時の軸バネ高速緩和を図っていたが、根元解決にはならなかった。液体式機動車は、エンジンの動力で直接車軸を駆動する点では、機械式機動車と同様である。変速機本体には、回転方向の逆転機構が搭載されていないため、DT-19 の横張りに2本の平行リンクで指示する形で、逆転機が装備された。このために軸駆動の DT-18 と異なり、 一時駆動となった。この逆転機自体は、戦前から機械式機動車に用いられていた、標準品をベースとしたが、逆転にワイヤートロットを用いる、伝統的な構造ではなく、総括制御に対応し、電磁弁とエアシリンダーによる遠隔操作で、編成全車の一斉切り替えを可能としている。マスコンブレーキ運転台マスコンは、液体式機動車用に新開発された。 MC18 を搭載した。この制御機には、電磁弁に連動して、燃料制御を担うノッチレーバーと変速切り替えハンドルが備わる。切り替えハンドルは、中立、変速、直結の3ポジションが設定され、速度域に応じて運転士が手動切り替えする仕様となっている。ブレーキは、すでに44000型で導入されていた、DHK 自動空気ブレーキが引き続き、 採用された。本系列は川越線他で走行試験が行われた。初期トラブルはあったが改良によって克服し、初期の性能を発揮するに至った。電気式の基ハ44000型に比べ、総合的に見て軽量かつ簡潔に仕上がっており、液体式の優位性が確認されることになった。44500系の実績により、 1953年下期からは、量産型の液体式機動車である、キハ45000系他の増備が開始された。走行性能が同一である44500型も、それらに越して、一般営業に用いられるようになる。しかし、45000型は、貫通型運転台を備えて運用上の機動性が高いのに対し、44500系の湘南型運転台は、 通り抜けできない悲観通型で分割、併合の際には制約を受ける。わずか4両の少数派ということもあって、ほどなく運用の不便さが問題となった。1957年4月の形式称号改正で、キハ15系1から4となったが、同年から郵便荷物機動車への改造が始まり、1960年までに全車が改造された。結果、 液体式に改造された旧気波44000型と実質統合の形となり、気配ユニ15系16から19となった。以後各地で普通列車に連結されて使用された。時には急行列車の先頭に立ったこともあるが、老朽化により1980年までに廃車されている。新潟コンバータ DF115A 機体変速機。 国鉄都心構造機が液体式変速機開発を進めていた時期、鉄道車両、エンジンメーカーである新潟鉄工所も液体式変速機の開発を計画、系列会社として新潟コンバーターを1952年12月に新潟県加茂市に設立した。新潟コンバーターはアメリカの変速機メーカーでリスホルムスミス系の液体変速機を実用化していた。 ツインディスククラッチから技術導入することで変速機の早期開発を図った。同社は九百五十三年に湿式多板クラッチによる直結弾を持つリスホルムスミス方式の液体式変速機 d f 百十五を完成した。同年三月から国鉄の協力により d f 一のテストに用いられた四万二千五百系二両に d f 百十五を搭載。 川越線で長期走行テストを繰り返した。その結果、4万5000系機動車が量産に移った後の1955年に国鉄に正式採用された。DF115 はクラッチ構造などの基本メカニズムこそ異なっていたが、原則比や制御システム、取扱い方法は TC-2 型と同等に揃えられている。したがって、 TC-2 装備車と DF115 装備車は相互に連結して運転でき、そのため国鉄は機動車用の変速機として両タイプを併用した。と各統一設計にこだわりがちであった国鉄が機動車変速機について日車に方式併用となったのは基本を海外ライセンスによらざるを得ないため設計変更が難しいことから同一仕様だが部分構造を違えた。 変速機を用いることでリスクに備える意味合いがあったとされる。新潟鉄工所は戦前からの有力な鉄道車用エンジンメーカーであって国内メーカーを育成することを機とする国鉄がその参入を妨げるべき理由もなく、さらに新潟が導入したツインディスククラッチの設計は単板クラッチのリスホルムスミスの原型よりも進んだ多板クラッチ式で その面からも導入が助けられたとも言える。DMH17 系エンジン TC-2 または DF115 系液体式変速機という組み合わせの液体式起動車は1953年以降地方施設においても導入が進められたがその初期はブレーキや台車については古い機械式起動車並みの水準に止まる例が多かった。すなわち 国鉄42000系の TR29 同等、もしくはルジの平子を組み立て式機種枠形台車に、旧式な GPS 系空気ブレーキを組み合わせる手法である。もっとも、これは、必ずしも、当時の私鉄各社が保守的であったことを意味していない。機種枠台車は、シンプルで急平な外観に反し、実際には強度が十分高くまた、 バネ設定さえ適切であれば良好な乗り心地を得られるなど非常に合理的な設計であったため、欠陥設計の DT19 をあえて導入する必要が薄かったことと d a 1系自動ブレーキを必要とするほどの超大編成運用が実施されていなかったことによるところが大きい。私鉄でも必然性があれば1955年に製造された 小田急きはご専型に代表されるごとく、国鉄と同等かそれ以上の機器を搭載して、機動車を製造した例は少なからず存在した。国鉄向けと同等に、後半溶接組立台会社と DA1K ブレーキが、私鉄で本格的に普及し始めるのは、1958年以降のことである。TC-2 と DF115 は、共に、 戦前のリスホルム・スミスの設計を同梱としており、コントロールも非自動で、第二次世界大戦後の技術発展によって、早々に旧式化していたが、出力の低い DMH17 系機関が標準となっていた日本国有鉄道及び、各地鉄での使用には相応に適した水準の変速機であり、1960年代末までの国鉄機動車大量増備機に、 DMA117 系エンジンと共に量産されて、機動車普及の一翼を担った。なお、当初の TC-2 と DF115 は、共にトルクコンバーター用のフルードに燃料同様の軽油を用いていたが、その後、軽油より粘度の高いダフニートルクオイル B フルードを専用に使うことになり、それぞれ TC-2A と DF115A となった。 DF115 系は設計こそ古いものの、車両メーカー系の製品であることも手伝って、1990年代に至っても、第三セクター鉄道向け警戒機動車用として、新規製作されるほどのロングセラーとなった。新潟コンバータが代替となる、直結二段式の新型変速機を開発したことで、DF115 は、製造を終了したが、2021年現在も、 第三セクター鉄道の機動車の一部、及び JR 四国、JR 九州の国鉄引き継ぎ機動車の一部に用いられている。これに対し、乾式単板クラッチの TC-2 系は2021年時点でも使用している機動車は見られるものの、事業例は小港鉄道など極めて少なくなっている。これには2001年に国土交通省が省令を改正し、 乾式クラッチの液体式変速機の重要部、検査周期を短く制限してしまったことも影響している。マスコンの変速レバーで切り替える。変速レバーには、変速と直結のほか、クラッチを切った状態に保つ中立の位置があり、軽基板にも実際の変速機の状態を示す、変、中、直のインジケーターランプが備わっている。国鉄標準の TC- に及び、 DF115 の場合で時速 45km 程度。現代の新型変速機では、カウンターシャフトとギアを用いた変速機構や、優勢歯車式変速機構により、直結弾が2から4弾にも増加した。合わせて、電子制御を用いて、自動的に変速、直結が切り替えられるようになった。このため広い速度域で、液体式、トルクコンバーターから解放され、 効率は高まっている。現在は、スベンス・コローター・マスキーナ AB。リスホルム・スミス式液体変速機は、リショルム・コンプレッサともども、同社に所属していた技術者、アルフ・リスホルムにより開発されたものであり、リショルムとリスホルムは、リザムの日本語表記揺れである。1928年に、バス用として開発されたもので、最大入力 200PS。 神戸製工所の捕獲グルップ、シュコダ、レイランド、VSG、サウラー、スパイサー、ツインディスクが製作権を得て製造し、バス、機動車用として広く使われた。キハ41038、キハ4105。当時梅工事機関庫所属者、P691941 年にはディーゼル化をする計画で、神戸製工所に機関を発注したが実現しなかった。 当時の川越線は適度な換算線区で大宮工場に直結していることもあって、戦前から機動車の試験によく用いられていた。以下の44,500系新製時の使用に関する記述は、平石大輝、キハ17系ディーゼル動車の歩みに基づく出力 160PS1500rpm。直角カルダン駆動のため、ホイールベースを長くする必要があった。 開発元である日本車両製造の原設計に由来し、国鉄ではキハ4万1000型より採用された。4万4000型が約35トン、4万4100型が約34トンに対し、4万4500型は30.4トンまで軽量化された。ウィスコンシン州らしい日本共億1918年創立の変速機メーカー。 1936年にリスホルムスミス社からトルクコンバーター技術を導入していた。古い DF115 変速機にはツインディスククラッチ車の定型プレートがついている。なお、私鉄では1953年に新潟鉄工所で夕張鉄道機派250が DF115 を搭載して製造されている。DT19 系台車を新生児から採用した私鉄機動車は 1953年製造の島原鉄道機ハ4500型など極少数に止まった。ハット後の国鉄機動車用標準台車である DT22 に類似した、構成の広範溶接組み立て台車である東急車両、製造 TS104 台車と DA1 に中継米を付加した DA1R ブレーキを搭載して製造されている。 燃料タンクから燃料用の軽油を分流させてトルクコンバーターに供給する構造としていた。ありがとうございます。